新井ベ博は、日本のソフトウェア技術者。群馬県生まれ。GNU プロジェクトの活動を国内外で推進する、特定非営利、活動法人フリーソフトウェアイニシアティブの理事長。元独立行政法人産業技術総合研究所、情報技術研究部門自由ソフトウェア、部門研究グループ長。電気通信大学電子工学専攻修士、家庭修了後、 株式会社三菱総合研究所に入社。リーナストーパルズによって開始されたリナックスの開発に関心を抱き、フロッピーディスクを入手し、リナックスカーネル開発に取り組む。リナックス開発のスポンサーのリストにパトロンとして記載された唯一の日本人。GNU プロジェクトやリナックス開発での国際的な活動が広がってきた2000年に、 通商産業省電子技術総合研究所に国家公務員の人気付け人用第1号として採用される。3層県では情報技術研究部門自由ソフトウェア部門の研究グループ長を務める傍ら情報処理推進機構の未踏ソフトウェア創造事業のプロジェクトマネージャー日本情報処理開発協会が主催する。 国内若手プログラマーの育成等を目的とした U-20 プログラミングコンテストの審査委員などを兼務した。2006年から2007年にかけて策定された GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン3についてはその走行競技グループ A に属している。趣味は井戸掘りで足場だった石が逆に障害になることもある。等とソフトウェアの開発を深く、 コアまで掘り下げる井戸掘りに例える講演も行っている。不支持での活動時など、山総研を離れ個人の資格で活動する際は、G 新部広氏を名乗ることが多い。ちなみに本人によれば、G ンとは GNU の意味である。ありがとうございます。